こちらからにまず始め、そうですか。ルキアはいつも背大きいので、はい、いつも低い相手っていうのが普通じゃないですか。そうですね。さあ放送席、関根勤さん、雅人さん、はい、中村拓海さんとお送りしていきます。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。関根さん、ようやく実現という運びになりました ね、ルキアはもう、勢いのあるね、はい、日本代表若手ですから、この大魔神をね、倒してくれるのか、はい、期待してます。最初ウィラサクレスが入場してきた時に、セコンドにルキアが何か言ったんですよね、じっと見ながら、これいけるみたいな。いや、何を感じ取ったか何を見たか、これ大いに気になりますが、まずはローキック、空振りさせてサイドキック気味に、左ミドル、ゴンナパー、これが一つ殿下の宝刀。ローキックし、なるところ左のストレート、ゴンナパー。いや、関根さん、怖いですね、お互い。そうですね、ゴンナパーの左の蹴りは食らいたくないですよね。いや、肘から破壊するゴンナパーの蹴り、アンポニーはその飛び技、二段蹴りですとか飛び膝、そしてパンチも鋭角的に放っていく武器となっています。いざゴンナパー、この大きさ、ものともしないという赤いグローブのゴンナパーです。あのローキックをカットした方がいいですよね。これはちょっと怖い、ドリンクが効いてきちゃいますよね。ゴンナパー、硬いブロックですね。今の飛び球を自分の手でカットしましたしね。崩れません。またその両方の拳を下ろしません。ただパンチの打ち合いになったら、はい、ルキアにもチャンスありますよね。またリーチの差というのもこの視界に入ってきそうですね。ルキア左のリードジャブ、対してサウスポーから左ミドルキックは赤いグローブのゴンナパー。中村さん、開始から直後どうですか。そうですね、うまくゴンナパー選手がルキア選手の攻撃をさばきながらプレッシャーかけてますね。そうですね、この前に出てるプレッシャーでやっぱりルキアの持ち味が消されますよね。やはりこれが一つゴンナパーの武器です。そうですね、おお、そして打ち下ろしのローキックもチーンという音。ルキア選手がまっすぐパンって距離取りたいんですけど、それがこう出させてもらえたら、ね、前蹴り、強い右の突き伏せです。さらに膝、マサトさん、ボディへの攻撃からゴンナパーですね。前蹴り強烈ですね。前蹴りボディへと顔面打ち分けるんで、最後にも必ずローキックまで繋げてますからね、ゴンナパー。そしてまたあくまでもガードは攻めませんね。おー、両手のロー、ローキックで返すアンポルキア。前蹴りならばというルキアも武器があるんですが、ゴンナパーは関根さん、やっぱり圧力強いんですね。強いです。あとゴンナパーね、パンチも強いんですよね。何が武器になっても倒せる。お右、お互い当てています。そんなゴンナパーの発言から左のロー、共にパンチは顔面に届いています。崩すゴンナパー、こう打ち合いになるとちょっとルキアになんかチャンスがあるような感じするんですよね。あ、そうですか。この右ストレート、ゴンナパーフック系のパンチから入ってくるんで、はい、その時に右ストレートが、ゴンナパーの右のフックに対して右ストレートが、はい、合うんじゃないかなって気がするんですけどね。右に右、ゴンナパー左です。右ハイキックから右のストレート、ルキアが放ったパンチでゴンナパー、いや、視線外しません。第1ラウンドが終わりました。関根さん、印象から伺いましょうか。ゴンナパー強引ですね。強いですね。なんか身長差ものともせずですよね。ちょっとそのスペックも忘れますよね。忘れさせるその圧力がありますゴンナパー。いや、思い切って雅人さん、もう体使って、ね、もう飛び込みながら打ってますよね、はい、やっぱり身長差があるんで、はい、やはり研究はもちろんでしょうけれども、この13センチ差というところしっかりもう対策あるんですね。ゴンナパー、やっぱり離れちゃうとやっぱり相手の方がリーチ長いんで、相手の距離になっちゃうんで、あれくらい詰めると、アンポ選手やっぱ大技詰めるときはまっすぐの方向で取り取っといて、相手を今のドカンっていくんですけど、そこにまだちょっとゴンナパーにはちょっと今のラウンドはできなかったですね。62.5 キロリミット、ライト級、左ミドルキックからやはりゴンナパー、左ミドルを返すアンポルキ、いやー、ミドルから右のパンチへ、ハイキックもブロックしています、右のストレート、ゴンナパーが
関根さんまた出てきましたね。いいですね。でも今ルキア選手ルキアの方も応戦しましたよ、ね、あれ引いてるとやられちゃいますよね。とにかく相手にはお構いなしでこのミドルキック放ち続けます。ゴンナパーウィラサクレック関根さん、はい、蹴られるとちょっと嫌なんですよね。パンチに来るとルキアチャンスあると思うんですよ。そこ本人がこれ捉えているかですね。あボディ右打ちのあたりへ、そしてローキック左、右には右が当たるのではという雅人さんのお話は、ダメージありますね。もうパンチ重いんですよ。関根さん、あのパンチですね、重いんですよパンチが。そしてローキックも忘れない、パンチの爪打ち、佐々木大蔵戦でも見せた蹴りからそのパンチはボディへ、この打ち分けないですか。そして崩れた浮き矢の本の姿は、いや今までこのリングで見たことがない、フラッシュでも見せたことがない。関根さん迷いですね。危ない、ローキックミドルキック、ここは回転系のアンボルキア、あと1分ちょっと、ごま足回転蹴りを見せましたが、それでも矢上一つ返すガンナパー、最後ルキアの巨体をついに動かさずに攻撃、ちょっと今までやってきた選手との戻り方も違いましたね。ということですか、なんとも高く強い壁、ゴンナパーウィラサクレック、結構ルキアいけるかなと思ってたんですけどね、僕アドパンチの試合というところ、パンチの試合ですね。しかし、雅人さん、はい、たくさんの武器もありましたが、最後パンチでしたね。そうですね、まあ、蹴りも強いけど、やっぱり強いですね。ここに向けてはまた全て一級品、2ラウンド1分48秒、ゴンナパー KO 勝ちです。うまいですよね、あのパンチを引く、パンチが効いてるけど、はい、詰めるときにローとか、うん、ボディも散らすんですよね。そうですよね、これがうまいですよ。関根さん、その戦う IQ っていうのも随分高いんでしょうね。あとやっぱパワフルですね、フィジカルが強い、なぎ倒しました、さて中村さん、はい、また強力な実力を見せてくれましたね、日本で。これで、ね、あの浦部光也選手の持っているタイトルへの挑戦はね、すごく大きく前進したと思います。一度勝っていますよね、はい、光也には。あとルキア選手ね、あの本当いろんな決断して K1 で、ね、戦うことを決めたと思うんで、はい、まあ、負けからの、ね、スタートでもいいと思うんで、また這い上がってほしいと思います。まだまだここからですよね、はい、ルキアにしても、はい、弟リクとの新たな戦いが始まったアンポルキア、それを切って倒しました。圧巻のパンチ、そして全ての攻撃、ゴンナパー、ゴンナパーウィラサクレック選手の KO 勝利でした。皆さんこんにちは、สวัสดีครับกองทัพวิศักดิ์เล็กมวยไทยยิมครับวันนี้ดีใจมากครับที่ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็สำเร็จตามที่คาดหวังไว้ครับผมว่าต้องต่อยน็อกสมกับแล้วก็ต่อไปถ้ามีคิวชกอยากเจอแชมป์เควันของรุ่นนี้ครับผมอุระเบะโคย่าอยากเจอมากครับผมครับก็โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็โอนิไงชิบัตよろしくお願いします。皆さんこんばんは。ゴンナパーウィラサクレックです。今日今勝ててとても嬉しいです。またしかも KO で勝てたっていうところですごい嬉しく思ってます。次はぜひチャンピオンの浦部選手とやらせてほしいです。よろしくお願いします。はい、今日は。ありがとう皆さん、ゴーグジム、どうもありがとう。
ただいまの試合は2ラウンド1分48秒名前が飛び出しました。ゴンナパーウィラサクレックの口から。関根さん、でもこれ必然でしょうね。そうですね、もうここまでね、勝ち続けたら